これは、マクギリス対ガエリオが見られる予感。この二人が対面した時に疑似体見たくなる現象って何なんですかね。どちらにせよバエル前衛はありがたいので無難に動きます。めっちゃ機敏に動ける。マクギリス頑張れー。サポートはしっかり行います。ごしゃりました。許してくれますね、マクギリス。サンキュー、ジェラルホルン。アブミカ、力が止まらない。おっと、ここから先へは行かせませんよ、ガエリオ。ジオンエクステンション、敵気味の相手に対し有効なのですね。分かってきました。遺憾兵と集めすぎた。マクギリス、戦車を食らえ、アンドフィッシュ。何？エクステンドだと。ステップを食わないで。これビダール狙った方が堅実なのでは。たまにはカッコつけてもいいですよね。ここだー。バエルのおかげでとても動きやすかった。サンキューマクギリス、サンキューモンター。見切れてるんですけど。今度はマクギリスが敵ですか。そしてもう一人の相手は GN ゲロビマシーン。以前ステージ端で動かないアーチ相手にしてひどい目に遭いました。攻撃しようと近づいたら重厚補正が寄りでゲロビをぶっ放してくる恐怖。ガイルでいらっしゃる。何にせよバーチ相手に油断は大敵ですね。せめてよろけだけでも。少しでもバーチを削っておきたいところ。やべえぞ、アブニカだ。せつな、マクギリスだー。ゲイリアはさ、鬼なの。ここでセツナがトランザム。負けじとマクギリスもアブニカ力全開。私も何か使いたい。うわ、うわ、あばば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 。せつなこの覚醒力を持ってすれば無理でした。抜く。俺を見ろ、マクギリス。俺を見るんだ。その視線を釘付けにする。それさえすればナドレが落ちました。さすがせつな、わかっていらっしゃる。シャア専用ゲルググ、シャア専用ゲルググじゃないか。確か横の判定が激強とかなんとか。めっちゃ回ってる。怖い。バズーカ調子いいな。ビダールが振り負けているだと。このおばひは危険では。痛い。違う。あたしそんなつもりじゃ。
ヘルブグダンスを容赦なく打ち抜くスタイル。最高にダインスレイブ。なんか右から来てるんですけど。トラバとの対マンは難しいのではないでしょうか。ふふふ。これがスーパーアーマーですよ。そなんだか。おお、攻撃を消してくるのか。ところでこれパイロット措置では。抜けました。こちらも覚醒してロックを引きます。今だ。当たらん。ガエリオのヘイト集めがすごいことに。トラバ王？こっちかー？移動方法斬新だな。当たれ、当たれー。削り切りました。リガール相手に殴り合うとは、恐ろしいゲルググ。